イラストレーター大串、彼の作り出す世界。彼は墨と筆という日本古来の道具を使い、繊細かつ大胆な絵を描く。僕はまあバランスが悪い人間だと思ってて、人だったら器用にできることができなかったりとか、それがこう絵を描くことで自分っていう人間がこう再認識できて、そのためにこう心が救われるなってやっぱり思います。彼は繊細そして大胆な線を描き、絵を構築していく。彼は自分のスタイルをどのように見ているのか。僕の絵は特に画用紙の上の、まあ、自然とも言えるんですけど、水の引力だったりとか、そういう自然の力がないと決して描ける絵ではないので、まあ、自然に救われてるなってすごく思いますね。自然の力を味方に絵を描き、絵を通して自然に救われていると語る彼の目標とは。一つ課題があっても、その課題をクリアしようと思ったら今度3つ増えたりとか、その繰り返しをより自分の理想に近づけて繰り返すことが、目標を掲げるよりも絶対いい現実になるはずだっていう、そこに純粋に集中して今後もやっていくし、一生やっていくんだろうなって思いますね。目標を掲げるよりも、今目の前にある絵を精一杯描くこと、それが未来につながる道だと彼は語った。それは私たちが忘れてしまったことのような気がする。目の前の課題を精一杯こなし、急がず自然に身を任せて生きる。シンプルで一番大切なことではないのだろうか。